唯一の新外国人選手で、勝ちパターン入りが期待されているゲラ選手。守護神候補と見られた湯浅選手の調子が上がらないこともあり、ゲラ選手への期待は日に日に高まっています。ここまでは順調な調整ぶりを見せており、実戦でも好投を披露。岡田監督が早くも開幕一軍入り内定を明かすなど、活躍が期待できそうです。野球評論家からも絶賛のコメントが集まっており、非常に楽しみですね。今回の動画では、絶賛のコメントが集まっているゲラ選手について詳しく紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる、阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、阪神ファンでチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では早速見ていきましょう。初の対外試合へ向け、打撃投手として2度登板したゲラ選手。2度目の登板となった22日には、小畑選手とミエセス選手と計4打席対戦し、安打性の当たりを1本も許さない、完璧なピッチングを披露しました。最速159キロを記録するなどスピードも出ており、制球のばらつきもなく、最高の予行演習になったと思います。そして迎えた25日の中日戦。先頭の宇佐美選手にフォアボールを与えたものの、牽制アウトなどもあり、ノーヒットで無失点に抑える、上々のピッチングを披露しました。牽制に関してはゲラ選手の判断で行ったようで、バッテリーを組んだ坂本選手は、僕も見てない間に牽制していたんで、と苦笑い。もともとは内野手ということもあり、フィールディングの良さも見せつけました。ピッチング内容を見てみると、ストレートはすべて150キロ台を計測し、スライダーの制球もバッチリ。変化球が浮く場面は一切ありませんでした。本人も最初は浮き足だった、じゃないですけど、緊張感というのがあった。感じとしては悪くなかったですし、最後は心地よく投げられたというか、いい感じでイニングを終えることができた。ちょっと寒かったですけども、それでもいい投球ができてよかったと振り返っており、文句なしの実戦デビューになったと思います。岡田監督としても納得のピッチングだったようで、最初から入れる選手やから、そんなんも。ただうまく開幕にな、合わせるようにこっちはやるだけやからな、と、早くも開幕一軍入りを示唆。勝ちパターン入りも現実味を帯びてきています。仕上がりの良さを見せたゲラ選手について、野球評論家からも絶賛の声が続々と出てきているので、順番に見ていきましょう。まずは、タイガース OB の井川氏です。初めてゲラ選手のピッチングを生で見たという井川氏は、ストレートの強さを絶賛。いかにまっすぐで押し込んでいけるかがポイントとなりますが、この日の印象では十分に押し込んでいけるだけのボールでした。球種が増えなかったとしても、やっていけるのではと感じました。まっすぐの強さは間違いないでしょう、と太鼓判を押しています。制球面やフォームのメカニズムについても好印象のようで、コントロールもバラバラではなく、ある程度のコースに投げられていてまとまっていた。フォームを見ても変な癖がなくて、効率よく体の開きとかもなく、綺麗に投げていた印象です、と分析しました。その上で、さらに投球の幅を広げる上で重要だと語ったのが、落ちるボールの習得です。25日の登板でもストレートとスライダーしか投げなかったように、シンカー以外は落ちる軌道のボールを投げていないゲラ選手。チェンジアップやスプリットの習得にもトライしているようですが、井川氏は縦変化のボールを投げられる方が、より空振りを奪いやすくなり、投球の上で楽にはなる。今後の実戦の中でも、どんどん試していけばいい、と、オープン戦で積極的に試すべきだと語りました。続いて絶賛のコメントを残したのが、中日の監督を2021年まで務めた与田氏です。与田氏も、コントロールで苦しむ投手とは思えなかった、と分析し、井川氏と同様に制球面の課題はクリアできていると見ている様子。続けて、大英で2000年から2年連続でセーブ王になったロドニー・ペドラザに似ている。共通点はゆったりした投げ方から球持ちがいいことだ、と語り、大英の守護神として100セーブ以上を挙げたペトラザ選手と重ね合わせているようです。一方、
与田氏が指摘したのが対左打者へのピッチング。右打者の木下選手、山本選手の打席では低めに制球できていたものの、左打者である宇佐美選手の打席では高めに抜けるボールもあってフォアボールを与えた点を不安視しているようで、対左をもう一回見たいという思いはあった、と明かしています。与田氏と同じ点を指摘したのが、タイガース OB の広沢氏です。広沢氏は、先頭の左打者、宇佐美の時には、大丈夫かなと思った。スライダーはワンバウンドばかりで死球だった、とコメントし、不安がよぎったとのこと。この点は今後の課題になると見ているようで、左打者にもしっかり制球できれば、問題点は解消する、と語っています。左打者への制球を指摘したものの、全体的なピッチングはかなり好印象のようで、外角低めへの制球が抜群だった。ホームベースの角、それも角の端をかすめるような絶妙のコントロールを見せてくれた。特に右打者に対しては直球もスライダーもしっかりと決めた。ここに投げ切れたら、勝ちパターンも十分に務まると感じた、と、活躍に太鼓判を押しました。湯浅選手の状態が上がらず、7年連続で40試合以上に登板している岩崎選手の金属疲労という懸念もあるため、場合によっては抑えとしての起用も考えられるゲラ選手。メジャーリーグ時代はイニングを上回るフォアボールを与えており、制球面の不安がささやかれていましたが、ここまでは素晴らしいピッチングを見せてくれています。そんなゲラ選手を徹底的にサポートしているのが、JFK の一角としてタイガースの優勝に貢献した、ジェフ・ウィリアムススカウトです。ウィリアムススカウトは、ゲラ選手のスタイルと日本のボールがマッチしていると見ているようで、MLB 仕様球は滑りやすい。が、日本のボールは扱いやすい。彼のカット、スライダーには生きてくるだろう。日本の球では変化しづらいツーシームもゲラの場合は変化が落ちていない、と分析。日本のボールであれば、メジャーで露呈したような制球に苦しむようなピッチングにはならないと判断したようです。その言葉通り、ここまではストレート、変化球ともにしっかりと制球できています。また、彼のスタイルは日本の野球に合う。コーチから学び、チームメートと接する彼のキャラ、性格であれば大丈夫、と、性格面についても日本向きだと語り、太鼓判を押しています。ボールとの相性が良く、性格も日本向きということであれば、期待せざるを得ません。野球評論家やウィリアムス氏が分析した通りのピッチングを1年通して見せてほしいですね。今後のピッチングから目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。